こんにちは、ハイジです、今日は神保城花月の方に仕事で来ておりまして、一緒に、なりました先輩の佐久間和之さんと今からご飯に行くのですが、佐久間さんが美味しいお店を知っているとのことで紹介してもらいたいと思います。佐久間さん、あれちょっといやいや、わざとらしいな。なんだその演出、神保町の演技出てなかった今。その芝居いらないの、小芝居どうでもいいわ。いや、あの神保町の近くにパン屋ができたんですよ。あ、ちょっとえなんかペコペコなんですよ。肉とかがっつり行く感じじゃないですか。いや、パンでしょ。なんでパンなんですか。神保町ね、カレーの街って言われてるんですよ。カレーですよ、やっぱり。だけど、カレーライスにみんな行きがちなんだけど、カレーパンに注目してほしい。もういいよ、カレーパンコンビニで食えるよ、もう。どこだろう、そんな。ここだ。いや、近い。ちょっと近場で済ましすぎでしょ。いや、違う、めんどくさかったんか。違う、近いとこにいいのがあったからってこと。確かに店の感じ良さそうですね。いいの、できたてだと思うよ。はい、行きましょう。店もできたて、パンもできたてじゃない。やかましいよ。佐久間さん、ちょっとどこ行くんですか。いや、買いましたけど、こうカフェあるんだからカフェで食いましょうよ。いや、こんなに天気がいいのにさ、もったいないよ。またどっか行くんですか。またって何なの、毎回やってるみたいな。店の中で涼しかったし、いいポイントがあるのよ。本当でしょうね。食べる前に申し訳ないけど、はい、本当は下にあったミルクフランスとかが食べたかったな。あれここ好きですね、こういうとこ。好きですね、何が反応されたとこで食べるの気持ちいいじゃん。ちょっと狭くないですか、2人座るには。2人でしょ、だってこれ。いや、いいね。いいんですか、わかりました。じゃあ食べましょう。オニオンソテーのカレーピンカレーパンと、半熟卵のカレーパンという。まあそうですね、半熟卵とかって感じだ。あ、じゃあ半熟卵する。どっちがいいですか。これ半熟卵。なんで今の勝手な流れ。じゃあまず半熟卵。はい、ああ、うまい。タイムラグがありましたけど。なんでもいいでしょ、自分のペースで。おいしいよ。真ん中にその半熟卵があって、白身が見えますね。そう、はい、だからたどり着いてないってことだよね。まだ黄身までいってないですね。黄身までいってないので、あれ感動してますけど、大丈夫ですか。これだ。こういうことですね。あ、半熟。これうまいわ。ほとんど半熟卵ですもんね。中見たら絶対もうサクサクしてますもんね。うん、この持ってる段階で。うん、いただきます。うまい。確かにこれすごいですね。うん、これわかるかな。すごい量入ってんね。ね。詰め込んでる。もう詰め込んでるよ。すごいよ。これね、両方でも美味しいですね。はい、スイッチ入っちゃって、はい、ガンマできなくて、はい、カレー食ってんじゃないですか。何やってんの。